はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、僕の動画で何度もお世話になっております、こちら栃木県の小山市にございます喜作さんに訪れております。前回ですね、僕のこの喜作さんの動画チャレンジメニューをガチで挑みまして、ここの料理本当に美味しいんですけれども、正直ね味わいきれませんでした。でこれね、並盛り通常のメニュー等もね相当デカ盛りのメニューが販売しておりまして、今日はですねこの喜作さんをシンプルに楽しんでいこうかなと思います。確かこの喜作さんに来た初回の動画に関してはいろんなメニューをね頼んで楽しんだと思うんですけれども、前回ね頼まなかった新しいメニュー等々をですね皆様にご紹介しながら美味しく楽しんでいこうと思います。とは言ってもめちゃくちゃこれメニューが多くてですね、ご飯物等のこの定食丼物だったりとかラーメンをはじめのこのメニューね、プラスこのデカ盛り満腹メニューとめちゃくちゃメニュー数が多いので、正直ね今これ準備をして10分ぐらい悩んでるんですけど決めきれませんいやね、ここのお店本当にいろいろ食べたいんだけれども、一品一品が多いから最初にねちょっと調子乗って頼みすぎると動けなくなる可能性がありますので、随時ですね様子を見ながら追加注文していきたいと思います。ということでですね、本日1品目到着しましたエビフライカレーということで、今回はね美味しく味わうということなので出来たてを早速いただきたいと思います。いただきます。とにかくこういうカレーはたまらんですよね。うまっ。あ、うまっ。このね家カレーっぽいホッとする感じもありながら甘みがあってかつスパイシーでねペロッといっちゃうわ。うまっ。ちょっと今日お腹空きすぎてましてベジファースト忘れてました。あー、ごめんなさい。ありがとうございます。ちょっと注文したものがねもう1品来てるんですけど、これは後ほどあげましょう、蓋をね。ちょっとがっつきたいな、もっとエビフライいいか、いっちゃおう。でっかいなこの一尾も。うまっ。ザクザクプリプリ。ちょっとこれ後でカレーに合わせよう、絶対うまい。これちなみに今僕サクサク食べてるので量分かりにくいと思うんですけど、通常の割り箸と比べると分かるかな。めちゃくちゃでかいです。普通の方だったらこれ食べたらパンパンになると思う。あ、すいません。およかった。やったやった。一発目にですね注文した商品がこれで全て到着しましたね。ラーメンは伸びちゃうともったいないから待ってらんないな。これは食べましょう。喜作さんは定食屋さんなんですけど、僕がね1回目に来た時このラーメン食べたんですよ。本当に忖度抜きでラーメン屋さんにも劣らず負けないぐらい美味しいラーメンなんで、これはね今日絶対食べようと思ってまして。あ、うまっ。あ、うまいな。昆布ですとか乾物のいいだし。うまっ。スープだけでも美味しいですけど麺とするとね一味違うんですよ。うまいな。このね、定食屋さんでよくあるラーメンライスセット、これいろんな意見あると思うんですけど、僕大好きなんですよ。麺とチャーシュー食べた後にご飯かき込んで、でそこにねスープを流し込む、最高の組み合わせ。今日みたいにこう一品一品楽しめるような頼み方をして、本当に良かった。やっぱここの料理は全部うまい。そしたらこのカレーですね。せっかくなんでエビフライ一緒にいっちゃいましょう。こちらですよ。絶対うまいでしょこれ。うん、あ、うまっ。ちょっとこれタルタルもね、贅沢にいっちゃいましょう。しっとりとした感じに甘みと酸味、これがね、もちろん揚げ物にも合うんですけど、カレーと合わせると抜群にうまい。うまっ。あー、うん。うん、これラーメン全部いっちゃうわ。ちょっとですね、お店さんのご好意で新たにできた新メニューということで、こちらですね、塩唐揚げいただきました。じゃあこれ揚げたていただいちゃいますか。うまっ。唐揚げがおそらくこれお肉しっかりと開いてあって、厚すぎないこの絶妙なね切り方なので、火入れしすぎないというか、柔らかくてね、こう肉汁が出る感じ、かつ衣はサクサク。まだ一口分だけ米残っててよかったわ。追加しようと思ったんですけど、なんだかんだ今この卓上にあるだけで、まあ優に3キロは超えてるな。このね満腹カツ丼持った感じ1キロどころじゃないので、これ食い終わったら腹パンパンになってるかも。ちょっとこれせっかくなんで、このエビフライカレーのタルタルをね塩唐揚げにつけてね。うん、うまっ。あ、この鶏ももの脂感とタルタルが合うね。うまっ。そしたらただいまこのラーメン完食させていただきましたんで、満腹カツ丼をどんなものか一旦見てみましょうか。ちょっとこのカツ丼ですね、ここのカメラで開けさせていただきますよ。うわー、うまそう。うまそうだけど重っ。あ、うまっ。うまい。想像とかね、期待を裏切らない味、甘辛い懐かしい味付け、肉も柔らかいわ。結局こういうカツ丼が一番好きなんだよな。うまっ。でも確か前回喜作さんでチャレンジメニューに挑戦した時に5キロ超えたものを14分とかで食べるように本当に全力でガチで挑んだので、お腹がね伸びきる前に食べきるのでやっぱ苦しくて食後ねしばらく動けなかったんだよ。だからその前回の経験もあるので、こういった今回のゆっくり食べながら腹8分目を目指す、こういった大食いいいねうん、ただいまね、こちらカレーも完食させていただきましたので、本日の残りはこのカツ丼と唐揚げでございますね。ちょっとこれカメラ越しで伝わるかわかんないんですけど、このご飯の厚みをそこまで結構深くてですね、このカツ丼のセットが1000円ですからね基本的にね、どのメニューも量が多いんですけど全部安い。今時ね、この値段でこの量食べられる美味しいお店は少ないよ。ありがてえな。今のところ撮影をしながら約30分経過ということで、普段のデカ盛りだと 40,50 分ぐらい食べてね本当に苦しくなるんですけど、この30分ぐらいで完食できるぐらいの量がね僕にとってはちょうどいいかも。そしたら本日はですね、こちらの唐揚げでラストです。ごちそうさまでした。ということで本日はですね、こちら喜作さんで美味しい料理たくさん食べていきました。メニュー見るとですね、まだまだ食べたいメニューありすぎまして、大食いの僕ですらも食べたいメニューに絞ったとしても、それをね全メニュー食べるには何回来店していいか分かんないぐらい、もう本当に一品一品量が多くてですね、かつ美味しい、そんなお店でございます。栃木といえばね、僕の動画ではラーメンの動画も多いですけれども、それ以外にもですねこういった定食屋さんだったり美味しいものいっぱいございますので、気になった方はですね栃木に遊びに来ていただいて、いろんな美味しいもの、そしてこの喜作さんでね素敵なメニューたくさん食べてみてください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画やったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価、またですね最近ではサブチャンネルでも活動を始めておりますので、そちらは合わせて概要欄からチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。